到着。フェリー意外と長かったな。毎年こんなもんだったっけ？こんなもんじゃない。彼女は元気だね。確かこんなにはしゃいでいる君を見たのは初めてかもしれない。うん、ごめんね。そういう意味じゃないんだ。ただちょっと可愛いなと思って。みんなはもう海へ行ったよ。君も着替えておいで。うん、行ってらっしゃい。なあ、チー。試着の時も言ったことだが、やっぱりその水着はやめておいた方がいいんじゃないか？似合うのがむしろ問題というか、兄弟たちが変な気を起こさなければいいが。なんでもない。な、お前。なんだ、その格好。それくらい分かってる。お前、これ着てろ。そうじゃない。そうじゃないけど、着ろ。いいから着ろ。俺は先に行ってるからな。いや、私はスバルに同情するよ。あいつ意外といいやつだな。わからないならいいけどな。チームを遊んできたらどうだ？待てよ。それに、おはよう。おはようのチューしよう。いった。
朝から何やっているの、椿。何って、もちろん朝の挨拶的な。君が今日は何をしようって言うから、チューしようって。ほら、あずさも、チュー。朝から椿が困らせてごめんね。大丈夫？それはね、君を誘いに来たんだよ。二人でボートに乗って少し沖の方まで出ようって話をしていたんだ。そうそう、一人より二人、二人より三人の方が断然楽しいだろう。やった。それじゃあまた後でね。今日はこれに乗るんだよ。行ったよ。つうか、これボートじゃん。全然すごくないよ。でも年に一回こうして使うか使わないかっていうのはもったいないよな。母さんが別荘用にって数年前に購入したんだ。もちろん俺とあずさだけど。うちの社会人組は大体できるよな、あずさ。うん。船の運転、案外簡単なんだぜ。君も免許取れば。車の免許くらいちゃんと取れるよ。椿だって取れたんだから。ちょ、あずさ、その言い方ひどくね。そう、教習所の卒検までは順調だったのに、最後の学科で何度落ちたかな、椿は。そういうことばらさなくていいんだよ、あずさ。もういいから乗って乗って。今日は近くにある小島まで行くから、俺が運転するからな。はいはい。気づいてた？天気が悪くなってきてる。そうだな。そういえば少し寒いかも。大丈夫か？今のうちに帰った方が良さそうだね。そうしよっか。本当はまだ3人だけで遊んでいたいけどね。気持ちはわかるけど。あ、あずさ、一足遅かったみたい。そうだね。それにしてもすごい雨だな。波もかなり高いだろうから、無理に動かない方がいいかもな。あずさ、ちょっと彼女と一緒にいてあげて。俺ボートを見てくるから。わかった。
うん、ひどい雨だね。本当に寒くない？無理はしないで。どうかな、多分問題ないと。あずさ、やばいかも。どうしたの？ボートのエンジンが故障したみたいなんだよ。本当なの、それ？うん、雨で冷えて調子が悪くなったのかも。ごめん、俺が誘ったりしなきゃこんなことにはならなかったよな。でも不安だろ？全然大丈夫じゃなさそうだよ。うん、怖いって顔に書いてある。安心しろって。こうして手つないでたら怖くないだろ。はい、反対側はあずさな。うん、君の不安が消えるまでずっとこうしててあげんね。ところで椿。ボートのエンジンが壊れたっていうのは本当なの？椿？もう、あずさにはすぐバレちゃうんだもんな。だってちょっと冗談を言ったらすぐに信じちゃうんだもん。予想以上に君が不安があるからついね。椿、ちゃんと謝って。ごめんごめん。でもさ、さっき言った気持ちは本当。何があっても君だけは絶対に守るからな。あ、雨が止んだみたいだね。なんだ、スコールだったのか。もうちょっとだけ3人で一緒にいられると思ったんだけどな。残念。じゃあ帰ろっか。帰りの運転はあずさな。はいはい。
んだ、泳がないのか。なあこら、サンダルを脱いで歩いてたら危ないぞ。気持ちはわかるが。おい、ジー、大丈夫か？だから危ないと言ったんだ。ジー、どうにかして誰かを連れてくるから、そこで待っていろ。おい、おめえ、どうしたんだ？うずくまったりして。大丈夫かよ。怪我？立てないくらいひどいのか。つうかおめえ、足から血出てんじゃねえか。本当だじゃねえって。ああもういいかおめえ、絶対おとなしくしてろよ。いいから捕まっとけ。おろさねえ、俺がちゃんとマサ兄のところに連れてってやっから。マサ兄、マサ兄は？あれ、ユウスケ、何やってんの？っていうか、なんで彼女をおんぶしてんだよ。ずるくね？ユウスケ、どうかしたの？妻に、アズミ、こいつを、こいつを助けてやってくれ！うるせえ！こいつが歩けなくなったりしたら、俺は。歩けなくなる？どうしたんだよ？貝殻が？足に？刺さっただけ？はぁ！本当だ。もう血は止まってるみたいだね。おめそういうことは早く言えよ！なの強がってるようにしか聞こえねえだろうが。ふん、椿お兄さん、わかっちゃった。彼女の足から血が出てるのを見てテンパったユウスケは大怪我してると勘違いした上に、こんなところまでおんぶしてきちゃったわけだ。それはしかも、お互い水着姿で。なっ、背中に当たる彼女の胸の感触にドキドキするような余裕もなく。なまた椿はそういう余計なことを言う。だって本当のことじゃん。そんなことにも気がつかないくらいユウスケは彼女のことが心配で心配でしょうがなかったんだよね。うるせえ！
そもそもおめえがちゃんと言わないのが悪いんだからな。そうに決まってんだろ。俺もう一回泳いでくる。ああ、ユウスケ行っちゃった。椿はからかいすぎ。だってユウスケの反応見るの楽しいんだもん。足、本当に大丈夫？でも一応消毒とかしといた方がいいんじゃない？うん、そうだね。付き合うから一旦コテージまで戻ろうか。どうしたの？そうだね。でもまた来年みんなで来られるよ。マサオミ兄さん、そろそろ行きますよ。忘れ物はありませんか？それじゃあ出ましょうか。ただいま。はあ、旅行の後の我が家ってさ、やけに落ち着くよな。わかる。それイベントで地方へ行ってた後とか、自分の部屋が妙に落ち着くよね。うん、久しぶりに疲れた。あ、そうだ、コーヒーよりも君が癒して。あ、俺も妹ちゃんに癒してほしい。ほら、いろいろあるでしょ。キスとか。要、椿、いい加減にしなさい。彼女だって疲れてるんですよ。なんで京兄が怒るんだよ。そうだよ、そんなこと言って自分だって癒されたいと思ってんでしょ。はあ、すみませんね、こんなバカどもの相手をさせてしまって。今日はもう大丈夫ですので、ゆっくり部屋で休んでください。また明日ね、妹ちゃん。おやすみ。
い。あれ、どうしたの？わざわざ俺に会いに来てくれたの？嬉しい、マジ嬉しい。このままギュってハグしちゃおう。なんで避けるんだよ。何それ、まさかデートのお誘い？ハグもいい。オッケー、じゃあ出発。ここのショッピングモールっていろんなショップが入ってて便利だよな。今日は大丈夫だから、君が見たいとこに付き合うよ。いいね、俺甘いもの大好き。知り合いに聞いたりネットで見たりとか、あと収録の時に差し入れでもらったものをチェックしたりするかな。もちろん。そうだ、君と一緒に行きたい店があったんだよね。今度行こうぜ。なんと女の子がね、メイドコスできる店なんだよね。そこが揃えてるメイド服、すっげえ俺の好みでさ。胸が強調されてんのも萌えんだけど、パニエでガンガン膨らませたミニスカと、そっから覗く足がマジ良くて。あれを君が着るって想像しただけで俺荒ぶるわ。え、全然変じゃないって。むしろ君なら絶対似合う。で、君がメイドちゃんで俺がそのご主人様なの。やばくね？んじゃ、そろそろ帰るか。何してんの？ほら、帰ろうぜ。
あれ、こんな時間にどうしたの？ん？別に大丈夫だけど。いいよ。妹のお願いなら何でも聞くし、つうわけで先に返事してみた。あれ、暑さが出てるアニメの DVD じゃん。どうしたのこれ。もしかして俺の部屋で？いいよ。もうさっきも言ったけど、君のお願い事は何でも聞く。しかも俺の部屋で二人っきりとか、やべえ、これはやばい。今夜は二人っきり、妹と二人っきり。隣には君で、画面にはあずさって最高の組み合わせだよね。やっべ、たぎってきた。こちらこそ、誘ってくれてサンキューな。悪い、ちょっと散らかってるけど気にしないで。ああ、汚いとか思ってるだろう。本当に嘘ついてたらくすぐりの刑だからね。正直でよろしい。まあ俺も汚いって思ってるから大丈夫。いつもはさ、あずさが片付けてくれんだよね。でも最近忙しいみたいでさ、放置なんだよね。なんかさ、服とかアクセ、おもちゃとか買ってるとどんどん置き場所なくなるんだよね。で、気づくといろいろなくなってんだよな。そうそう、ほら、オタクって物多いからさ、部屋に入りきらない昔の漫画とかゲームは別の部屋にしまってあるんだよね。と、そんなことより DVD だったよな。デッキはすぐ使えるよ。まあなら今日は泊まっていっちゃえば。今晩は思う存分楽しもうな。ふっとりで。
気のせい気のせい。ほーら、上映会始めるぞ。おはよう。昨日は楽しかったな。どういたしまして。また気軽に遊びに来いよ。当たり前だろ、君が来ないなら俺の方から行っちゃうよ。こんばんは。遊びに来てくれたの？君が俺に会いに来てくれるなんてマジ嬉しい。もう抱きしめたくなっちゃうじゃん。冗談だよ。あれ、それとも本当に抱きしめた方がよかった？ねえ、相変わらず厳しいな。ま、君からのお誘いで正直すっげえ荒ぶってんだけどさ、明日は朝早くから収録があるんだよね。ああ、もうそんなこと言うなよ。君がそこまで言ってくれるなんてすっげえ嬉しい。やっぱり抱きしめちゃおう。なんだよ、このくらいいいだろ。君から来てくれたんだし、今夜はもう話さないぞ。とは言ったものの、君とおしゃべりし始めたら俺 100% 夜更かしすると思うんだよね。いや、むしろオールかも。つうわけで横になって話そうぜ。いつ寝ちゃってもいいように。ベッドしかなくね。この部屋で寝るとこそこしかねえもん。ほらほら、電気消すぞ。ねえ、なんでそんな隅っこにいんの？もしかして緊張してんのかな？かわいいね。んじゃ特別に腕枕してあげよっか。ほら、もっとこっち来て。なんで？当たり前じゃん。ほら、早く来ないとこっちからガバッと行っちゃうぞ。
これでよし。で、何の話しようか。まあそうなんだけどね。でも君のことをもう少し困らせてみたかったな、なんて。腕枕一つで完全キョドっちゃってる可愛い君をもう少し見てたかったなって思ったんだけどな。ま、仕方ねえか。んじゃ、お話はまた今度ね。おやすみ。おはよう。すっげえぐっすり寝てたな。昨夜はそんなに気持ちよかった？俺の布団が。顔真っ赤、可愛い。また泊まりに来いよな。